顔もにー。はい。久々にね、ちょっとこの人を発見しちゃったんだよね。<laughs> えなので、ちょっとこの人の話をせざるを得ないっていうかさ、うんこの石丸くんね、忘れた頃にまた出てくるよね。うんで、今回何この白いお洋服。<laughs> この白系のスーツみたいのは初めてだよね。 うん、でもこれうまいよね。僕は新しく生まれ変わりました、みたいなさ、あのー、新しい石丸です、みたいな <laughs>、そんなノリで出てきて、また同じようなことは話すわけでしょ。で、この人にね、注目をしていなければいけないのは、あのー、この橋本みたいな存在になったら非常にまずいわけですよね。うん、で橋本ってもう、 関西を破壊ししたような人間でしょ、うん、で次々とこうに似たようなのが出てくるわけですよね。うん、こういう自分のこともよくわからないのにでもサイコパス的な性格なのにいや僕がこの社会現象を説明してみましょうみたいなね。<laughs> うん、で今さこういうのがさ受けやすい土壌っていうのがねあると思うんですよね。あの日本の社会が 今物価は上がってるで。でも賃金は上がらない。で、なんか社会保険料もいつの間にか高くなっている。あとはさ、ステルス値上げみたいのってちょこちょこしてますよね。うん、例えばさあの、資格更新するのに受けなければいけない、その試験の、あのな,な,なんだろうあの、授業料じゃなくて、ほらあの、えー、試験を受けるときにさ、 払うお金なんだっけ <laughs>、うん、そういうね受けざるを得ないような資金のね、うん、あのお金とかあとはあの通らざるを得ない,いこ高速道路の料金を上げちゃうとか、うん、でそれは大々的にニュースでは言われない,れないけれどもなんかこう出費がもうかさみすぎて。 自由に使えるお金がない。だからこの日本社会で最低限のあの義務、うん、だから納税義務あるところとかさ、あの社会保険料とかそれ義務なわけでしょうん、で、あと何かを買えば、もう消費税という義務がこう、漏れなくついてくるわけでしょうん。うん、で、で、この鬱憤が溜まってる、 社会の中で、それはこういうことですよとか、これが悪いんですよとか、僕が説明してあげますよとか、そういう変な人間ね、が出てくると、そっちになびいてしまうっていう、なんかね、それがね、危ないので、この石丸が出てきた時点で、何を言って、何を企んでいるかっていうのを、まあ、時々確認していこうかなとね、 で、これね、昨日ね、3つぐらいドドドッと出てきました。昨日金曜日でしょ ?19 時45分から8時ぐらいまでの間に3つね。なんかね、あの、古立一郎のテレビ番組にゲスト出演して、その収録が終わって、あの、公開はなんか10月っていうね。で、で今日も見ると、またその同じことで、 同じ件でね、記事,記事が増えていますが、まあ、似たような内容なので、まあ、昨日出たね、はい、あのー、3つを見ていきますかね、で、で、ちょっと待ってね、どこから見ていこうかな。あれこれなんかね、あ、これだね、この辺からね、 ここから見ていきましょう、はい、まず楽しかった古田知一郎と対峙し緊張しないわけがない、えー、持っているもの全てで向き合ったこの人さ、あのー、自分より弱いものに対してはいたけだかに振る舞って、えー、なんかこう強い人自分よりあこの人にかなわないなっていう人には、えー、人に対してはなんか借りてきた猫みたいにおとなしくなっちゃうよね。 で古さんの前では、まあ、緊張していたっていうから、まあ、いつものねこの石丸節みたいな変んてこ発言がどこまで言えたのかでもこの人言えちゃうところも怖いよね、うん、誰を相手にしても、えー、妙竹林なことは言ってしまいますで今回何を言ったのかねでまずこの番組がどういうものかっていうと 古立一郎が MC を務めるアベマ m a for、Japan、日本を経営せよう。で、こういう番組が、なんか前あったらしいんだよね。この日本の問題を炙り出すみたいな、この番組を、えー、このアベマでやるようになったみたいなね。で、10月期放送会の公開収録が、あ昨日ね、あの、やりました。で、この中で、 えー、石丸君が何を言ったかっていうのが、まあ3つくらい出てきてたかな。あのー、兵庫県知事の問題とかね。あとは、えー、あれに返しても言ってた、あの、自民党の総裁選に関してとかね。石丸が発言していますで、石丸はゲストとして番組に初登場で。この人さ、今さ、広島に帰ったのか、それともこの収録のために上京しているのか。 よくわかんないけれど、このなんかこのスーツの色ねうーん、これスタイリストついてるよね。で、考え始めてよね。で、この手の色の服って初めてじゃん。うん。で、これで、お、なんか変わったなみたいなさ、印象を与えるよね。うん。で、本番組10月期のゲストは、 このさ、石丸を紹介するときの枕言葉が、東京都知事選に出馬して、2位になったとかさ、でも今無職なんじゃないの。無職の YouTuber ですという、紹介はしないよね、さすがにね。で、収録後、報道陣の取材に応じた石丸が、まあ、この辺はいいか。ちょっと待ってね。話が来たのは最近のこと。あ、これ出ませんかっていうのね。で、ここでね、 福岡市,市長の高島さん。ちょっと高島さんのことはちょっとね、あまり調べてみませんが、ちょ,ちょっとこの人のこともあの調べてみますね。福島市長の高島さん。これどういう人だっけなあの、確かさ、あの子育て対策とかに熱心な人だったと思うんだよね。高島さんってね。で 古氏さんと番組をやらなきゃいけないなとなって、どういうことで、事前に入っていた高島さんの、この市長との予,約予定をキャンセルしての収録番、参加となった。これ、これちょっとよくわかんない。で、緊張はする。で、古氏さんというプロ,プロフェッショナルと対峙するときに、緊張しないわけがない。 えー、まあいいかこの辺はねどうでもいいことだったなちょっと待ってね他になんかね重要な発言をねあじゃあこの斎藤元ちゃんのことに関して、えー、石丸が何を言ってるのか全国民がうんざりってこれ何全国民を代表して言ってんのこれ何決めつけてるんですかってこのねこの兵庫県知事の問題はこうすごく重要な問題なわけでしょ うん、で全国民がうんざりとか、こいつが言っちゃうと、あたかも、ね、みんなもうそれいらないんだよって思っているかのようなさ、印象つ作るのやめてくれる。全然うんざりしてませんから。この件はね、うんあの、じっくり注視している人が多いから、うんざりとか言うんじゃないよ。で、ちょっと待ってね。この説明文はいいね。えー、明日 このパワハラやおねだりなど、数々の疑惑が取り沙汰されている、えー、兵庫県知事についてこの、この石丸が言及した、で、全国民がうんざりしているとかさ、なんか決めつけ発言してるでしょで、芸能人の不倫並みに意味がない。何言ってんの、この人。で芸能人のゴシップとか、不倫の話と、この兵庫県知事の この、この疑惑ね。うん。これを並列で語ってしまう。うーん。このもう問題意識がさ、そもそもさ、なんだろう。うーん。もう問題を、この問題のポ,ポイントを捉えてないっていうか分かってんだけれども、これ維新の代弁としてこういうことを言ってあげてるのかね。で、まだスキャンダルの方が気になる。これ何芸能人のスキャンダルの方が <laughs>、 気になるって話。みんな飽きてますって、だから飽きてないっていうの。終わりで良いんじゃないですか。つまんなくない。と、誰が言えばいいって、お前が言ってるじゃん。で、報道のあり方は言及。で、この報道も、に対しても、僕がちょっと意見を言って差し上げますよっていう、そういう態度。で、兵庫県民は、 自分のところの知事だし、注目したい。いや、そうじゃなくて、これ、兵庫県民だけの問題じゃないで,でしょ今となってはね。うん。でさ、あの、だから、公務員に保障されてる、その公益通報の、その制度自体を、ふが踏み,踏みにじられた面とか、とはさ、この維新がすごく関与してますよね。この兵庫県知事問題ね。 うん、だからもう元ちゃんがこれだけご,ごねたり、あの、い,いろいろ、この権力をさ、我が物側に、我が物側、我が物顔に使えちゃったっていう背景には、この維新の御膳立てがありますよね。うん。だからこう、いろんな問題含み、だから日本の問題をさ、集約されているような問題がこの兵庫県知事問題やって、それをこう、芸能人のコシップと、 えー、平立に並べて、こう、賠償化して語る、この石丸くんは、これ維新にとって都合がいいことを言ってあげてる存在ですかとしか思えないよね。えーで、で、関係ない国民は問題に対して関心が低く、いや、関心低くないって。<laughs> 今の問題を解決するのは、議会。外野が議論しても意味がない。意味がないことを公共の電波を使って報じている、 いいいるるののか、市民がいているのか、がてで、またこれが持論 <laughs> うーんまあいつもこう同じパターンの発言しかしないよねこの人はねうんだからか問題解決するのは議会うんだから外野が議論しても意味がないうんでもこれ国民問題なわけでしょだからこの人がさ政治家になったりすると すべ、えー、てこの論法で、この問題解決するところがね、の以外で騒いでも、ね、何の意味もないっていう、だから問題をさ、一つの重要な問題を国民がこう議論するという、それを否定しちゃってますよね、この人はね。で、斎藤元知事の深入りを、うん、深入りをする必要はないんだって、 で、ほったらかしにしてた権利を問い詰めるとか、維新の請求、責任を追求する内部統制の方に着目する方が広がりがあるとし、兵庫県民のためになると思うと考えを示した、まあ、この維新の責任を追求するっていうのはありますが、これ権利だけの問題なんでしょうか。 うんまあ、権利の問題にしても、こういう権利がいたんですよということを広く知らしめることがメディアの役割ではないですか。で、こういう県議に,応に投票してはいけないという国民の意識を上げていくことが大切なのではないですか。はい。で、でまあ、こんなことを言っています。あとはね、自民党の、ね、総裁選に関しても、 うーまた妙りんなことを言ってますよ。<laughs> この人はね。とね、総裁選に関してね、ちょっと待ってね、どの部分だっけな。あ、またほら、総裁選は国民が投票できないから、黙って見とくしかないとかさあ、同じこと言ってますよね、あの、兵庫県の問題に関してもね。結果を知らされるだけ、騒がだけエネルギーはもったいない。<laughs> 一国民としての本でね、はい、これ一国民であることは認めますが、これが国民の全体の意識とか、また言わないでね。でね、あとね、妙なことを言ってたんですよ、この人ね。で、でここ、もしね、自身が出馬していたら、はい、自分が総裁選に出馬したら、ね、 どう、どう、どうしますかという質問に対して、利バ票というか知名度、なんとなく国民受けで勝ち馬に乗りたいというか、自民党の看板になりたいと立候補者の心境を想像しつつ、自分が良い看板かアピールするしかない。 これ,これどういうことだから自分が総裁選出たら自分は良い看板にかどうかをアピールするしかないと戦い方これ <laughs> 戦い方の指南をしてくれてますかでね、これちょっと意味不明だったのですがこれを読んでいくとなんとなく想像できてきます。ここね、2位になるのを考えたら 戦略を立てられるともう一人勝ちを許さ、ないこれでもさ総裁選のことで、あの、総裁選の話なのに、こ、この発言でどういうこと ?2 位になるのを考えたら、戦略を立てられる。でも、総裁選って2位じゃダメでしょ。だって、当選する人1人でしょ。<laughs> 当選者が1人の総裁選で、 二位になることを考えろ。で、これさ、あの、自分の都知事選の話をしてないって気がしたんだよね。うん。つまり、石丸は、都知事選で、あの、当選することを考えてなかった。俺は二位にさえなればいいという、その使命を帯びていた自分でも、それを自覚していたということを、ここで言っちゃってんじゃないの。<laughs> うーん。だから、バックのおじさんにさ、君は、 ね、まあ、当選は無理だから、まあ、統はゆり子の方がいいんだよ。うん。だけど、えー、蓮舫さんが当選することだけは、えー、それは避けたい。はい、そのための、えー、蓮舫さんの票を割る役割として君は頑張ってくれたまえと言われてた。だから、俺は任位に入ればいいんだなという、その意識、というか自分のさ、あの、目標を総裁選にも当てはめちゃって、 戦略とか言ってませんか <laughs> 一人勝ちを許さないって、でもこれ一人勝ちじゃないとさ、総裁選はさ、いいね。一人しか当選できないわけでしょうん。だから一人勝ちしなくちゃダメなんじゃないの。で、身内でも、駆け引きをやった方が良い。リスクを取れって感じいい子で、痛いんだったら勝てない。 それが国民のためにもなるこれもな何言ってるかこう尻滅裂で <laughs> よく分かりませんが身内でも駆け引きをやった方がいいっていうのはじゃあこの票のさ配分とか何買収しろってこと <laughs>、うん、だから総裁選ではあれでしょ投票権あるのは、まあ、党員と党友と自民議員ですよね、うん、じゃあその駆け引きをやった方がいいっていうのは 何自分の推薦人を確保したいから、あのじ、じじいに頭を下げなさいとか、えー、買収をしろとか、裏金議員にとって都合の良い政策を言えとか、そういうことを言ってるんですかはい。というわけでね、まあ、こう、お洋服は変えて出てきても、言ってることは相変わらずだなという、石丸くんな、を見てみました。 はいえー、困ったちゃんですね相変わらずね <laughs>、えー、今日はこれねあのー、珍しくねえー、っとね9時9時じゃない19時ね、えー、午後7時から、えー、1か月ぶりのライブをやりますので、えー、皆さんお気楽にご参加ください、はい、またやりますではまたバイバーイ 選手を信じちゃいけないよ」「自分の頭で考えろ」「いつでもあいつか監視してて金泥棒立てないぞ」